トランペット、トランペット、タンラッパは、当て字は、金管楽器の一種である。略称は、TP、TRP など。語源は、貝殻の一種を意味するギリシア語のストロンボースであると、される。管は、全体としては、円錐形だが、全長の1、4から1、3ほどは、円筒形であり、長円状に巻かれている。その中ほどに3つ、稀に4つのピストン。 または、ロータリー式のバルブを備え、バルブによって、管調を変えて、音高を変化させる。様々な調整のものが存在し、最も一般的なのは変路長 B 管と波長 C 管で、波長を除き長楽器である。トランペットはこれまでに、ほとんどの調子の楽器が制作されており、管調の違いで調子が異なる。C 管や E 管。 D 管等はオーケストラでよく用いられ、吹奏楽及びジャズでは B 管が標準となっている。なお、標準的な B 管でマウスピースをつけた演奏時の管長は約137センチメートル程度である。標準的な B 管に対して管長が半分でおよそ1オクターブ上の音域を担当する楽器をピッコロトランペットと呼び、調整は C 管、B 管、A 管が 一般的である。大抵は、オプションパーツの組み合わで調子が変えられるようになっている。なお、艦長が半分なので気温は、通常のトランペットよりも高いが、高次バイオンが出しやすくなるわけではない。高音を低次バイオンで出せるおかげで高音域で、音程が安定したりコントロールが容易になるのが特徴である。標準の B 管の長さのものを二重巻きにして、サイズを小さくしたものを、 ポケットトランペットと呼ぶ。コンパクトで携帯に便利だが、水槽に多少の抵抗感がある。長いものは、アルトトランペット、艦長2メートル前後や、バストランペット、艦長3メートルと呼ばれる。トランペットは、バルブの構造によって分類できる。金管楽器の祖先は新石器時代のメガホン型ラッパに遡り、エジプト王朝時代には、 金属製の軍用ラッパがすでにあった。この時期までの楽器はホルンともトランペットとも分類できず、むしろ単にラッパの祖先と介した方が適切である。歴史上最も古いものは、およそ3000年前のエジプトの出土品の中に見られる。材質は金、銀、青銅のほか、土器、貝、造毛、木、樹皮、竹、氷炭などで、形や、 長さも様々であり、初期のトランペットには、音やバルブ機構などはなかったので、出せる音は倍音のみに限られていた。ホルン、ツノブエから分かれて、はっきりトランペットの祖先と言える楽器は、ギリシア・ローマ時代になって、初めて出現する。ギリシアでは、サルピンクス、ローマではチューバあるいは、リトゥスと呼ばれた。この楽器は、艦長がすでに1メートルを超え、 缶は角と金属を継ぎ合わせて作られ、マウスピースはカップ型であった。さらに青銅器時代に北欧にはルーレルと呼ばれる二本一組として使われるラッパもあった。この楽器の管は円錐型で、むしろコルネットの祖先に見えるが、管が S 字型に曲がっていることが型の上でトランペット、あるいはトロンボーンの先駆とも言える。10世紀頃、ヨーロッパ各地においては、 シンクが作られるようになっていた。この楽器は造毛、または木の管に穴を開けて、倍音以外の音も出せるようにしたものである。このシステムはペルシアからヨーロッパに流れてきたと言われている。当時は2から4つの穴が開けられていたものであったが、15から18世紀の間にフルートからヒントを得て、表に6つと裏に1つ、計7つの穴が開けられ、音階の演奏が可能になった。 ツインクは19世紀まで用いられていた。12世紀に入ると缶を接続することが可能になる。チューバ、リトゥースはビザンチンを通ってアラビアの影響を受け、非常に長い楽器が作られるようになり、関係が円筒に近づいていった。中世初期のこの円筒形のトランペットはクラールあるいはブイジーヌと呼ばれていた。 1240年には、イタリアのフェデリコ・二世が、トゥベクタという楽器を作らせた記録があり、この言葉がトロンベッタあるいはその後、ダンテ・アリニエーリの死に初めて現れるトランペットという、この起こりである。トゥベクタもローマ時代のチューバという語の縮小形である。この楽器が、どのような形であったか不明であるが、現在のトランペットにかなり近づいた S 字型の管を持つ楽器は、1400年に、 最古の資料が残っている。それから30年後には現代と同じ巻き缶のものが現れた。当時巻きのものはクラリオン、直感のものはトロンバとの古文献の記載があるが、前者は高音域用のトロンバ、トランペットのことで、楽器の構造が異なるところはない。長い楽器は、気温、第1倍音が低くなるので、工事の倍音が出しやすく。 バロック時代に至ると簡単なメロディーが演奏できるようになった。16世紀に入ってトロンバダティラルシ、トロンバダティロールシ、ドク、ズグトローンピットという楽器ができた。これはスライドトランペットのことで18世紀後半までドイツの教会内で使用されたが音程は超三度までしか下げられなかった。なお、19世紀の英国でよく用いられた。 トロンボー音型のスライドトランペットとは動く部分が異なる。また、この頃には、戦場トランペット等の信号業務以外に、宮廷のトランペット楽団が各音域に分かれ、音楽的に合奏されるようになってきた。1511年の基本画には、フェルトトランペットとクラレータという2種の音域用のトランペットが描かれている。前者は、定時バイオンで、 信号業務を行う戦場トランペットであり、校舎は工事倍音で野外トランペット楽団においてトップパートを担当する。高音域は音階における倍音の間隔が狭いため、競争曲などの旋律を推奏することができ、ドレスデンでは20人ほどのトランペット奏者でミサやテ、デウムが演奏されていた。この音域は17世紀にはクラリーノと呼ばれるようになり、 高音域用の楽器やそのパートを指す意味にも使われることがある。19世紀初頭、ドイツのブルーメルがカステンベンティルを発明した。ベンティルとはドイツ語で弁のことである。この楽器は2つのバルブからできていて、第一バルブは1音、第二バルブは半音下げることができた。1825年にシェスターが作ったカステンベンティルは、すでに3つのバルブがついている。 さらに1827年にはフランス人のラバイエによってピストンが発明された。また、ウィーンではウールマンによってウィンナーベンキルが発明された。1832年にウィーンでヨセフリードルがカステンベンキルを改良し、初めてロータリー式を発明した。そして1839年にパリにおいてペリネが現在のものとほとんど同じ本ピストンの トランペットを発明し、形の上では一応完成されたが、まだ問題点が残っており、ベルリオーズやリヒャルトワーグナーは、この楽器の発明後もあえてナチュラルトランペットを使い、旋律的な部分はコルネットを使用している。19世紀のバルブを持つトランペット、快感が一般的は館長が現代のトランペットよりも長く、現代の部長。 一回間のアルトトランペットと同じ長さでありながら音域はその1オクターブへの域であった。ナチュラルトランペットにバルブ装置をつけたという発想の楽器で引き続き工事バイオンを用いていたために旋律を、そうする際の音の的中率は定時バイオンを使用しているコルネットに及びなかった。今日のトランペットは定時バイオンを使用しているコルネットにその半を求めて改良開発されたものである。 ジャンバティスト・アルバン、アーマンによるアーマン金環境本が古くから標準的な教則本として用いられてきた。日本ではエチュード、小曲と独奏曲、独奏曲のピアノ伴奏譜の3巻に分けて全音楽譜出版社から出版されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。